これから何を入れますかちょっと味が薄い砂糖をもう少し入れてみよう甘くするんだったら砂糖を入れるより醤油か塩をちょっと入れるといいわよえ、辛くならないまあ、じゃあ醤油をちょっと入れてみるかあ、でも醤油を入れると卵のこの綺麗な色が黒くなって汚くなるわね そうだね。じゃあちょっと味が薄い砂糖をもう少し入れてみよう甘くするんだったら砂糖を入れるより醤油か塩をちょっと入れるといいわよちょっと味が薄い砂糖をもう少し入れてみよう甘くするんだったら砂糖を入れるより醤油か 塩をちょっと入れるといいわよえ辛くならないまあじゃあ醤油をちょっと入れてみるかあでも醤油を入れると卵のこのきれいな色が黒くなって汚くなるわねそうだねじゃあえ辛くならないまあ じゃあ醤油をちょっと入れてみるか。あ、でも醤油を入れると卵のこの綺麗な色が黒くなって汚くなるわね。そうだね。じゃあこれから何を入れますか。一塩を入れます。二砂糖と塩を入れます。 三醤油を入れます四砂糖と醤油を入れます女の人はどうして食べないのですか何か食べに行かないううん、うん、私はいいやめとくわ どうしたのお腹の具合でも悪いの今日はちょっと。夕方、友達の家へ行くの。まだ12時だよ。今日は朝ごはんも遅く食べたし、今食べるのは、その友達、料理がとても上手なの。料理を習いに行くの違う。遊びに行くのよ。 何か食べに行かないうんうん、私はいい。やめとくわ。どうしたのお腹の具合でも悪いの今日はちょっと、夕方、友達の家へ行くの。まだ12時だよ。何か食べに行かないうんうん、私はいい。やめとくわ。どうしたのお腹の具合でも悪いの 今日はちょっと、夕方、友達の家へ行くの。まだ十二時だよ。今日は朝ごはんも遅く食べたし、今食べるのは、その友達、料理がとても上手なの。料理を習いに行くの。違う。遊びに行くのよ。今日は、 朝ごはんも遅く食べたし、今食べるのは。その友達、料理がとても上手なの。料理を習いに行くの。違う。遊びに行くのよ。女の人は。どうして食べないのですか。一。まだ、十二時だからです。二。 友達の家でご飯を食べるからです。3. お腹の具合が悪いからです。4. 料理を習いに行くからです。2人はいつお花見に行きますか 桜が咲き始めたわねお花見に行かないうん、いつ行こうか咲き始めてから一週間ぐらい後が一番きれいよ来週かいい天気が続くと花がパッと開いてパッと散るからね今週中はずっと天気がいいらしいし来週じゃもう遅いかもしれないうん、今週の土曜 日曜はどこも混むだろうな土日はやめましょう少し早めに行く方がいいよね遅すぎるよりうん、じゃあ桜が咲き始めたわねお花見に行かないうん、いつ行こうか咲き始めてから一週間ぐらい後が一番きれいよ来週かいい天気が続くと 花がパッと開いてパッと散るからね。今週中はずっと天気がいいらしいし。桜が咲き始めたわね。お花見に行かないうん。いつ行こうか。咲き始めてから1週間ぐらい後が一番きれいよ。来週か。いい天気が続くと花がパッと開いてパッと散るからね。 今週中は、ずっと天気がいいらしいし。来週じゃ、もう遅いかもしれないうん。今週の土曜、日曜はどこも混むだろうな。土日はやめましょう。少し早めに行くほうがいいよね。遅すぎるより。うん。じゃあ。来週じゃ、もう遅いかもしれない うん、今週の土曜、日曜はどこも混むだろうな土日はやめましょう少し早めに行く方がいいよね、遅すぎるよりうん、じゃあ二人はいつお花見に行きますか一今週の土曜日か日曜日に行きます 2、1週間ぐらい後に行きます。3、今週の金曜日までに行きます。4、来週早めに行きます。女の人は何を持って行きますか 今度の日曜日にみんなで明治公園に行ってバーベキューをするんだ君も来ないああ行きたい何か持って行こうかお肉とか野菜とか道具はどうするの道具は公園で借りられる肉や野菜は水田君や山口さんたちが用意してくれるんだじゃあ私飲み物を持って行こうかあとお皿やコップは そうだな。お皿とかコップとかがいるね。紙のなら軽いよ。オッケー。飲み物は重くて大変だ。男性に頼むからいいよ。わかった。お菓子も持っていくわ。じゃあ、よろしく。問題。女の人は何を持っていきますか一 飲み物とお菓子です。2紙のお皿とコップと飲み物です。3肉や野菜などです。4お皿とコップとお菓子です。女の人は何を持っていきますか今度の日曜日曜に、 みんなで明治公園に行ってバーベキューをするんだ君も来ないああ行きたい何か持って行こうかお肉とか野菜とか道具はどうするの道具は公園で借りられる肉や野菜は水田君や山口さんたちが用意してくれるんだじゃあ私飲み物を持って行こうかあとお皿やコップは そうだな。お皿とかコップとかがいるね。紙のなら軽いよ。オッケー。飲み物は重くて大変だ。男性に頼むからいいよ。わかった。お菓子も持っていくわ。じゃあ、よろしく。今度の日曜日に、みんなで明治公園に行ってバーベキューをするんだ。君も来ないああ、行きたい。 何か持って行こうかお肉とか野菜とか。道具はどうするの今度の日曜日に、みんなで明治公園に行ってバーベキューをするんだ。君も来ないああ、行きたい。何か持って行こうかお肉とか野菜とか。道具はどうするの道具は公園で借りられる。 肉や野菜は水田君や山口さんたちが用意してくれるんだ。じゃあ私飲み物を持って行こうか。あとお皿やコップは？あ、そうだな。お皿とかコップとかがいるね。紙のなら軽いよ。道具は公園で借りられる。肉や野菜は水田君や山口さんたちが用意してくれるんだ。じゃあ私。 飲み物を持って行こうか。あと、お皿やコップはあ、そうだな。お皿とかコップとかがいるね。紙のなら軽いよ。オッケー。飲み物は重くて大変だ。男性に頼むからいいよ。わかった。お菓子も持っていくわ。じゃあ、よろしく。オッケー。 飲み物は重くて大変だ。男性に頼むからいいよ。分かった。お菓子も持っていくわ。じゃあ、よろしく。女の人は何を持っていきますか一、1. 飲み物とお菓子です。二、紙のお皿とコップと飲み物です。 3. 肉や野菜などです。4. お皿とコップとお菓子です。男の人は7時からどうしますかこのテレビ見てないのじゃあ、 消すわよあ、そのままつけといてもうすぐ野球が始まるんだからえ野球今日は月曜日よ野球の放送はないはずよでもさっき7時から野球だって言ってたよ変だなああ、日本の野球じゃなくてアメリカの野球を放送するんじゃないの新聞を見ればわかるよ えーっと、あ、わかった。昨日雨で試合ができなかったから、その試合を今日やるんだ。このテレビ見てないのじゃあ、消すわよあ、そのままつけといて、もうすぐ野球が始まるんだから。え野球今日は月曜日よ。野球の放送はないはずよ。でも、 さっき、7時から野球だって言ってたよ。変だな。このテレビ見てないの?じゃあ、消すわよ。あ、そのままつけといて。もうすぐ野球が始まるんだから。え?野球?今日は月曜日よ。野球の放送はないはずよ。でも、さっき7時から野球だって言ってたよ。 変だなああ、日本の野球じゃなくてアメリカの野球を放送するんじゃないの新聞を見ればわかるよえー、っと、あ、わかった昨日雨で試合ができなかったからその試合を今日やるんだああ、日本の野球じゃなくて アメリカのの野球を放送するんじゃないの新聞を見ればわかるよえー、っとあわかった昨日雨で試合ができなかったからその試合を今日やるんだ男の人は7時からどうしますか1アメリカの野球を見ます2 日本の野球を見ます。三テレビは見ません。四新聞を見ます。この人はどんな旅行が好きですか私は旅行をするのが好きです。 日本には古い街や景色のいいところがたくさんありますがそんなに有名ではなくてもきれいなところがたくさんあります。暇があるとそういうところへ一人で出かけます。新幹線や特急電車に乗るととても速くていいのですがゆっくり楽しい旅行をすることはできません。ですから私は普通の遅い電車に乗って旅行をします。 小さい駅に電車が止まると駅の名前を見ます。面白い名前の駅もあります。珍しいお土産を売っている駅もあります。次の駅はどんな駅だろうと考えながら窓の外の景色を見ます。時間はかかりますがそれはとても楽しい時間です。私は、 旅行すす。るのが好きです日本には古い町や景色のいいところがたくさんありますがそんなに有名ではなくてもきれいなところがたくさんあります暇があるとそういうところへ一人で出かけます私は旅行するのが好きです日本には古い町や景色のいいところがたくさんありますが そんなに有名ではなくても、綺麗なところがたくさんあります。暇があると、そういうところへ一人で出かけます。新幹線や特急電車に乗るととても早くていいのですが、ゆっくり楽しい旅行をすることはできません。ですから、私は普通の遅い電車に乗って旅行をします。 小さい駅に電車が止まると、駅の名前を見ます。新幹線や特急電車に乗るととても早くていいのですが、ゆっくり楽しい旅行をすることはできません。ですから、私は普通の遅い電車に乗って旅行をします。小さい駅に電車が止まると、駅の名前を見ます。 面白い名前の駅もあります。珍しいお土産を売っている駅もあります。次の駅はどんな駅だろうと考えながら窓の外の景色を見ます。時間はかかりますが、それはとても楽しい時間です。面白い名前の駅もあります。珍しいお土産を売っている駅もあります。 次の駅はどんな駅だろうと考えながら窓の外の景色を見ます時間はかかりますがそれはとても楽しい時間ですこの人はどんな旅行が好きですか、1. 景色ののいなところだけをを見に行行く旅行です。2. 面白い名前の駅を 見に行く旅行です三、3. 珍しいお土産を買う旅行です四、4. 急がないでゆっくりする旅行です女の人は何時に家を出ましたか 遅かったね。もう6時半だよ。ごめんごめん15分も遅れていつもここまで30分しかかからないから30分前に家を出たんだけど道がとっても混んでいてそりゃ混むよ金曜日の夕方だからねそうね少し早めに出ればよかったんだ遅かったね もう6時半だよごめんごめん15分も遅れていつもここまで30分しかかからないから30分前に家を出たんだけど道がとっても混んでいてそりゃ混むよ金曜日の夕方だからねそうね少し早めに出ればよかったんだ遅かったねもう6時半だよ。 ごめんごめん15分も遅れていつもここまで30分しかかからないから30分前に家を出たんだけど道がとっても混んでいてそりゃ混むよ金曜日の夕方だからねそうね少し早めに出ればよかったんだ女の人は何時に家を出ましたか 1>, 1・5時30分です。2・5時45分です。3・6時です。4・6時15分です。女の人がホテルに着く時間は どうなりますか今晩の北村さんの送別会は6時からですねええ、場所はプリンセスホテルすみません私今日は仕事が6時前には終わりそうもないんですよそうですか花田さんも遅れるって言ってましたよ7時過ぎになるってそうですか私は必ず6時半までに会社を出ます じゃあ、花田さんと同じくらいの時間になるかな会社からプリンセスホテルまで20分ぐらいですから今晩の北村さんの送別会は6時からですねええ場所はプリンセスホテルすみません私今日は仕事が6時前には終わりそうもないんですよそうですか 花田さんも遅れるって言ってましたよ7時過ぎになるって今晩の北村さんの送別会は6時からですねええ、場所はプリンセスホテルすみません、私今日は仕事が6時前には終わりそうもないんですよそうですか、花田さんも遅れるって言ってましたよ7時過ぎになるって そうですか私は必ず6時半までに会社を出ます。じゃあ花田さんと同じくらいの時間になるかな。会社からプリンセスホテルまで20分ぐらいですから。そうですか私は必ず6時半までに会社を出ます。じゃあ花田さんと同じくらいの時間になるかな。 会社からプリンセスホテルまで二十分ぐらいですから。女の人がホテルに着く時間はどうなりますか。一。女の人は花田さんと同じ頃にホテルに着きます。二。女の人は七時過ぎにホテルに着きます。三。 女の人は花田さんより早くホテルに着きます。4. 女の人は6時20分にホテルに着きます。ゆうこさんは何番目ですかあの3人よく似てるね。兄弟だろう。 そう、真ん中が私の友達の優子。右の人が優子の上のお姉さんで。左が二番目のお姉さん。え、左の人もお姉さん。背が低いから下に見えるよ。今日はいないけど、弟さんも一人いるのよ。あの三人、よく似てるね。兄弟だろう。そう、真ん中が。 私の友達の優子。右の人が優子の上のお姉さんで、左が二番目のお姉さん。え、左の人もお姉さん？背が低いから下に見えるよ。今日はいないけど弟さんも一人いるのよ。あの三人よく似てるね。兄弟だろう。そう。真ん中が私の友達の優子。 右の人が優子の上のお姉さんで、左が二番目のお姉さん。え、左の人もお姉さん。背位が低いから下に見えるよ。今日はいないけど、弟さんも一人いるのよ。優子さんは何番目ですか。一、上から三番目です。二。

そうならいいんですけどねじゃあ時々はお父さんが勉強を見てあげたりい,いえ、ちょっと前までは宿題を手伝ってやったりしてたんですけど今はほとんどね、見てやれないんですよお忙しいからいやいや、そうじゃないんです小学校の4年頃までは教えてやれたんですが5年になったら急に難しくなってもうダメです 家内は時々見てやってるようなんですが私はね困りますよね本当にうちの子全然勉強しなくてお宅では一人でちゃんと勉強なさるんでしょそうならいいんですけどねじゃあ時々はお父さんが勉強を見てあげたりうちの子全然勉強しなくて お宅では一人でちゃんと勉強なさるんでしょそうならいいんですけどねじゃあ時々はお父さんが勉強を見てあげたりい,いえちょっと前までは宿題を手伝ってやったりしてたんですけど今はほとんどね見てやれないんですよお忙しいからい,いえ ちょっと前までは宿題を手伝ってやったりしてたんですけど、今はほとんどね。見てやれないんですよ。お忙しいから。いやいや、そうじゃないんです。小学校の4年頃までは教えてやれたんですが、5年になったら急に難しくなってもうダメです。家内は時々見てやってるようなんですが、私はね 困りますよね、本当に。いやいや、そうじゃないんです。小学校の四年頃までは教えてやれたんですが、五年になったら急に難しくなって、もうダメです。家内は時々見てやってるようなんですが、私はね、困りますよね、本当に。男の人の家では、 どうですか「1お父さんは忙しいので勉強を見てやれません」2「2お父さんもお母さんも子どもの勉強を見てやります」3「3お母さんは子どもの勉強をいつも見てやっています」4「4お父さんは子どもが5年になってから 勉強を見ていません。女の人は、まず何をしますか会議の資料、できましたかコピーしておきますが。あと15分ぐらいでできるから、その間に机を並べ替えておいて。はい。部屋は2階の201ですね。 いけない。部屋を予約しておくのを忘れた。じゃあ、今から予約しますかうん。部屋のことは北川さんに電話して。はい。私は急いで資料を作るから。じゃあ、私は机を並べ替えて。あ、部屋の予約が先ですね。会議の資料できましたかコピーしておきますが。 あと15分ぐらいでできるからその間に机を並べ替えておいてはい部屋は2階の201ですねあ、いけない部屋を予約しておくのを忘れた会議の資料できましたかコピーしておきますがあと15分ぐらいでできるからその間に机を並べ替えておいてはい部屋は 2階の201ですねあ、いけない部屋を予約しておくのを忘れたじゃあ、今から予約しますかうん、部屋のことは北川さんに電話してはい私は急いで資料を作るからじゃあ、私は机を並べ替えてあ、部屋の予約が先ですね じゃあ、今かから予約しますかうん部屋のことは北川さんに電話してはい私は急いで資料を作るからじゃあ私は机を並べ替えてあ部屋の予約が先ですね女の人はまず何をしますか、1. 机を並べ替えます 二北川さんに電話をします。三資料を作ります。四コピーをします。猫が必ず来るのはどんな時ですか？私の家には犬と猫がいます。 犬の名前は太郎。猫の名前はピョンコです。犬と猫はいろいろ違っていて面白いですね。犬は私が太郎と名前を呼ぶと必ず走ってきます。猫はピョンコと呼んでも来たり来なかったりします。でもご飯というとどこにいても必ず来ます。犬は、 散歩が大好きですから、私が散歩というとすぐに分かって走ってきますが、猫は散歩という言葉の意味が分からないらしいです。私のうちには犬と猫がいます。犬の名前は太郎。猫の名前はぴょんこです。犬と猫はいろいろ違っていて面白いですね。犬は 私がタロと名前を呼ぶと必ず走ってきます。猫はピョンコと呼んでも来たり来なかったりします。私のうちには犬と猫がいます。犬の名前はタロ猫の名前はピョンコです。犬と猫はいろいろ違っていて面白いですね。犬は私がタロと名前を呼ぶと 必ず走ってきます。猫はピョンコと呼んでも来たり来なかったりします。でもご飯というと、どこにいても必ず来ます。犬は散歩が大好きですから、私が散歩というとすぐに分かって走ってきますが、猫は散歩という言葉の意味がわからないらしいです。 でも「ご飯というとどこにいても必ず来ます犬は散歩が大好きですから私が「散歩」というとすぐに分かって走ってきますが猫は「散歩」という言葉の意味が分からないらしいです「猫が必ず来るのぴょんこ」。 と呼んだ時です 2. 太郎と呼んだ時です 3. 散歩と言った時です 4. ご飯と言った時です